エキシビジョンマッチ、バルセロナ対インテル。解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤剛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ北澤さん、今日の対戦ですが豪華な顔ぶれになりました。あと少し、今前半キックオフ。向かって左のエンドから攻めるのがバルセロナ、反対側右のエンドからがインテル。早く折り返したいですよね。まだ上がっていきます。外から行った。この距離はどうだ。キーパーしのいだ。いい位置でスローインになりました。先制のチャンス、上げてくるか。ここで激しい、ここは阻まれました。胸で落としました。競り合った。さあサイドから、ここは合いません。ここにプジョル、ここからガブリエル・ミリート。前半15分が経ちました。タッチを割りました。最後に触ったのはサネッティ。またスローインになりました。キブ、ビエラ、イブラヒモビッチ。ちょっと合いません。ザンブロッタ、右へ展開して後ろからチェック、右サイドから。さあここまで上がってきました。いきますね。中には3人いる。さあ先制点のチャンスになるか。さあシュート、うわー、やりました。決まった。バルセロナ先制ゴール。バルセロナ先制ゴールで1点を得ています。いやしかしね、これで相手のモチベーションも上がりますからね。まだ分かりませんよ。はい、引き続きここから注目していきましょう。マックスウェル飛び込んでいきましたが、その手前でカットされました。バルセロナとしてはまあうまく守れていると思いますよ。バルセロナ左から上がっていく。さあチャンスになる。さあ入れるか。ここで奪い合う。ここはよく守りました。いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。これが通りました。右足で、あっとゴールなりません。インテルクロスから頭で合わせました。そうですね、あと少しだけね、対応早ければよかったんでしょうけどね。さあ上げるか。まだ上がっていきます。いやー、いきますね。シュート、コーナーキックになります。両者ゴール前を固めます。このチャンスどうだ。外側からいった。追加点のチャンス。さあ固まっている。二人いますよ。細かいボールの奪い合い。さあ追加点のチャンス、イエスゴール。さあバルセロナ前半終了間際に1点をものにしました。前半戦終了です。いやこの2点目はね、このまま終わるんじゃないかなというところでのね、追加点でしたからね。さあ後半の笛が鳴りました。バルセロナエンドが変わって右から攻めます。その反対側がインテル、安定した攻めを見せています。おっと、追加点のチャンスだ。ここで激しいピンチを逃れました。さあ入れるか。滑り込む。おっとそのまま蹴った。いい守りを見せました。頭で競り合う。イニエスタ、リターンを受けてザンブロッタ。ここいいですね。ここまで来た。インテル結局このボールを奪いました。大事なところ、大きく横へ運んでいきます。ロナウジーノ、
軽く出して行くか。さあ追加点のチャンス、ここで激しい打ってきた、ポストの右。今のは入っていればもう3点差となっていました。そうですね、完全に身動き取れなくなってしまうところでしたよね。スタンコビッチ詰め寄られた、細かくステップ競り合った、サネッティ、さあ固まっている、あっと惜しかった。ガブリエル・ミリート回してアビダル、外側からいった、チャンスになる。いいですね、打った、ゴール。うわさあ3点差のついた試合となってしまいましたが、いかがでしょうか。そうですね、試合運びと気持ちの両方で差がついてしまいましたよね。右サイド、中がちょっと寂しい。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。右からのコーナーキックになります。ゴール前うまく合わせたいですね。サイドから行く、左足シュート、もう一度コーナーキックになります。ここで選手の交代があります。送ってきた、スライディングタックル、サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。中の動き素晴らしいですね。ここで奪い合う、サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。ここはメッシ攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。あっと厳しいディフェンスだ。いやパワフルですよね。実際は当たってないのかもしれませんけどね。そうでしょう。おっと空中での競り合い、おっと競り合います。大事なところ、そして今タイムアップ3対0。